こんにちは。現代人を歴史的偉人が論破しまくるアニメです。今回の論客はツインズです。早速ご覧ください。いらっしゃいませ。抹茶ラテですね。かしこまりました。お会計お願いします。はい。ここのコーヒー他のとこより美味しいよ。店員さんもすごく感じいいしね。本当ですか。ありがとうございます。このカフェいい人ばかりだし、私に向いてる仕事だし、もしかしたら今人生で一番幸せかも。でも早くコロナ終わらないかしら。あれ ?LINE 来てる。キャー、あずまくんからだ。かなこさんこんにちは。来月大学休みなんで、たくさんシフト入れるつもりです。かなこさんとシフト被ること多いと思うので、お願いします。わー、来月あずまくんとたくさん仕事できる。キャー、最高、幸せー。かなこちゃん。あ、店長、どうかしましたか。実はさ、コロナの影響で、この店舗今月までで閉店なんだってさ。え?今までありがとうね。最後にみんなで集まって飲み会やるから、暇なし教えてね。はい。新しい仕事見つからないな。どの仕事やってもダメな私が、やっと見つけた最高の職場だったのにな。さあ、あずまくんからも既読無視か。あと3ヶ月もしたら家賃も払えなくなる。家出して東京来たんだし、実家になんて絶対帰りたくないしな。うわ、なんか怪しげなお店がいっぱいある。でももうこういうところで働くしかないよな。あ、お姉さん、もしかして夜の仕事とか興味ある感じ?あ、いや、夜の仕事の経験とかはない感じかな。大丈夫大丈夫、最初はみんな緊張するけどすぐ慣れるよ。え、待って待って、めっちゃ可愛い。お姉さんならナンバーワン慣れるんじゃないかな。いや、結構です。ブワーブワーブワー。どうしたんだ。なんでもないですけど。俺は経済学者だ。君の悩みに答えれるかもしれないが。え、いや、まあ仕事がなくなってしまいまして。でもいいんです。自分の無力さを受け入れるしかないってこと分かってます。そうか。なら生活保護なりなんなりの国からの補助金を受ければいい。は?税金にたかって国のお荷物になるなら死んだ方がマシ。君は経済学の知識や経済の歴史を知った上でそれを言っているのか。いや、国からの補助金をもらった者がそのお金をお店で使えば、お金を使われた分だけお店の利益は増える。となればそのお店の経営者は裕福になり、それによって従業員にたくさんの給料を出すことができる。するとそのお店の従業員も裕福になり、その従業員がまた別のところでお金をたくさん使えば別のお店も裕福になって、というような感じでますます多くの人々が連鎖的に裕福になることができるのだ。つまり国からの補助金を受けるということは自分を助けるだけでなく、君と同じように苦しんでる他人を救うことにもなるのだ。逆に国からの補助金をもらわないということは、いわばこの連鎖を止めるということだ。だから税金にたかって国のお荷物みたいな話は、経済の知識のないいかにも素人の発想なのだ。しかし貧困を減らすということは、そんな誰かの幸せがとかという小規模なレベルの話ではない。歴史を見ると多くの場合、国の崩壊というのは貧困に陥った民たちが結集して内戦を起こしたり、あるいは他国との戦争を起こした結果起きているということがわかる。これは数千年の太古の昔から20世紀まで世界のあらゆる国で見られた現象であり、第二次世界大戦などの戦争も貧困が大きく関わっている。もしかしたらバブル崩壊後に起きた地下鉄サリン事件もそういうものだったのかもしれない。では人類は貧困の先に破滅するしかないということか。いや違う。もし危険な発想に陥りそうなほどに貧しい者たちを政府が救えば、国家の全面的な壊滅という悲劇を避けることができるということだ。つまり政府が貧しい者たちを保護するということは、政府の人々が自分たちの破滅を避けるための方法でもあるのだ。つまり君が政府の保護を受けるということは、君の幸せがどうとか君の生活がどうとかという小さい次元の話ではなく、君を産み育てたこの国の内側からの壊滅を防ぐか防がないかということにすら関わってくる話だ。だから君が国からの保護を受けるということは、むしろ君自身が国を保護することでもあり、これは君の権利ではなく義務なのだ。そして時間が経ってまた世の中が元に戻ったら、その時に一生懸命働いてまた社会貢献すればよい。もし君を産み育ててくれたこの国に対して責任を感じるなら、生活保護などの国からの保護を受けろ。ケインズの著書、
雇用利子及び貨幣の一般理論には、だがそれ、かっこ独裁者の戦争に対する思考よりもはるかに重要なのが、戦争の経済的原因、すなわち人口圧力や市場獲得競争であって、これは人々の、かっこ心中の炎を煽るという彼らの仕事をたやすくするのである、とあります。さらに、今、かっこ不況時において、大蔵省が小瓶に紙幣をいっぱい詰めて廃坑の適当な深さのところに埋め、その穴を町のゴミで地表まで塞いでおくとする。そして百戦錬磨の自由放任の原理にのっとる民間企業に紙幣を再び掘り起こさせるものとしよう。中略。そうすればこれ以上の失業は起こらなくて済むし、またそのおかげで、社会の実質所得と、そしてまたその資本という富は、おそらく今よりかなり大きくなっているだろう、とあります。これは不況時において公共事業を行って政府は失業者に給料を渡すことの大事さを言っていますが、今回はあえて曲解して生活保護などの政府からの保護とさせていただきました。以上、およそ80年前の学者、ケインズのお話でした。なお、この作品には大いに制作者の主観が混じっているということをご留意ください。それと歴史的偉人が現代偉人を論破するアニメの他のやつもよかったらどうぞ。それではさようなら。